韓国産で人肉カプセルが密輸入されているようです。記事と韓国産の反応を見てみましょう。国内で滋養強壮剤と誤解、成分分析結果、細菌の塊、健康機能食品と誤って知られている人肉カプセルを密搬入しようとする試みが依然として絶えないことが分かった。人肉カプセルは死産した胎児や胎盤を粉末や錠剤の形で作ったものだ。それ自体が反人倫的であるだけでなく、人体に害を及ぼす可能性があり、通関管理を強化しなければならないという指摘が出た。28日、国会企画財政委員会所属のキム・ヨンソン国民の力議員が関税庁から受け取った資料によると、2016年から昨年までの6年間、旅行者の携帯品から摘発された人肉カプセルは1065錠6件だった。2016年476錠1件、2017年279錠3件、2018年300錠1件が摘発され、以後2年間摘発事例がなかったが、昨年10錠1件が再び摘発された。人肉カプセルの国内密搬入事例は2011年初めて税関に捕捉され、社会的に波紋を呼んだ。11年には12,524錠22件、12年には26,63錠47件、13年には27,852錠41件が摘発された。それでは、韓国産の反応です。コロナよりもっと怖いのが出たら 200% 中国産だろう。中国はすごい。これは朝鮮族が飲むのだろう。我が国でこんなものを飲むやつは本当に珍しい。これは国内のチャンキが飲むので、朝鮮族が流通させる。自動失踪も人肉との関係を無視するな。細菌が問題ではなく、大韓国人が人食い人種だということだ。朝鮮族、中国人の入国を禁止させよう。10年前にも時事番組で報道したことがある。DNA 検査をしたが、人の遺伝子で性別も出て髪の毛も入っていたよ。作るやつも販売するやつも人間ではない。狂牛病は、牛が牛骨粉の牛の分産物を食べて狂牛病になったという説があったが、人間が人肉を食べれば、より大きな災難に見舞われるだろう。国内で中国人たちが飲むんだろう。中国は、生きているものなら何でも食べる国。これを飲むゴミが問題だ。買う奴がいるから、しきりに売るんだよ。ということで、今回の記事では触れていないようですが、韓国さんのコメントにあるように、そのほとんどが中国から密輸されているようです。昨年は1件で10錠だけということですが、過去の数字からすると、どう見ても自分で使う分ではなく、売る気満々な数量ですし、摘発されてないものもかなりあるような気がするんですが、どうなんでしょうね。韓国さんは、韓国内で中国人が飲むとか言っているようですが、ここでも人のせいにするのは、さすがとしか言いようがありません。一応、摘発された密輸人もほとんどが中国人だそうですが、だからといって、それを買うのが中国人って、ちょっと無理があるんじゃないでしょうか。飲むのが中国人なら、そんな危険を冒して密輸する必要もなく、中国国内で売ればいいだけでしょうし、韓国人の方が高く買ってくれるから、韓国に密輸しようとしていたと考えるのが普通なんじゃないでしょうか。コメントで、作るやつも販売するやつも人間ではない、とか言っていますが、韓国さん？それを買う韓国さんは、人間なんですか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。